それでは日産サンキャット写真、動画を撮らさせていただきます。まあ、船体は結構汚れておりますけれど、ちょっと磨きをかけていただければと思います。先見も受けたばっかりですから、電気関係は全部つきます。船体はやっぱり汚れだとかはありますので、これはシールです。これもシールになっております。フロントデッキです。アンカーウィンチ普通に動きます。ここはロープロッカーです。ダウンホースアンカーが入ってます。それでは後ろに回ってみます。ボディ、このポールで擦れたりしてるところはあります。ガンネルの傷だとかへこみもあります。後ろデッキです。ここにシャワーがあります。この辺は、左舷側ガンネルを補修した跡がありますね。ここら辺にちょっと深めの傷があります。デッキの上は結構汚れております。こちら左舷側です。左舷側は右舷に比べてそんなに傷はありません。右舷の方がどちらかというとたくさんありますね。左舷の